警察官のパートナーとして犯罪者を追い、警察官をサポートする警察犬たち。アメリカでは犬科のを意味する K9 から K9 と付けられています。 K9 構成員のテックとそのパートナーであるエニスさんはジョージア州アトランタ南西部をパトロールしていました。そこでテックが目にしたのは犯罪者ではなく小さな3匹の犬たち。子犬が捨てられたことは顔の表情を見れば明らかで、お互いをかばうように身を寄せ合っていたそうです。テックは任務の本質を悟り、弱者を守るために動きました。躊躇することなく茂みの中に身を乗り出し、子犬たちを無事救出。パトカーに子犬たちが乗ってからも、テックはそばにいて励ましていました。ジョージア州公安省本部へと連れてこられた3匹の子犬たちは無事受け入れ先が決まりました。エニスさんはいつもは安全でない任務もあるけれど、いつだって犬と一緒に仕事をするってのはいいよ、子犬を助けた日は特に最高だね、と話してくれました。ワンちゃんって群れのリーダーという意識が体の中にあるのかもしれません。過酷な現場を経験することが多い警察犬だからこそ、か弱き存在に気づくことができたのだと思います。助けられた子犬たちが幸せに暮らせることを祈っています。ご視聴いただき誠にありがとうございました。ご感想などお気軽にコメントください。チャンネル登録をお願いします。